のですね、風景を楽しみながらこのクロージングができるはずだったんですけども、やはりこれからがちょっと早いのようですね。で、今からのこの船の進行に向かってですね、右手が門司港ですね、それから左手の方が本州の下関の方です。